美術で日本を元気にする秋華堂の田中です。月刊美術6月号から、ちょっとトピックをピックアップしてます。これ滝坂和幸さんって今一番人気のある、鬼の基本的にね、鬼退治の桃太郎の物語でなぜか桃太郎が出てこない桃太郎なんですね。で鬼が出てくると。で、これね LINE スタンプの宣伝みたいですね。面白いですね。滝下和幸さんの作品ですね、私どもでもご依頼いただいて何回か回答させていただいたことがあります。今はもう人気があって引っ張りだこですので、ぜひお持ちの方がいらっしゃいましたらですね、何かご事情があって手放すということがあればお気軽にご連絡ください。はい、よろしくお願いします。